カカロット、まずお前から血祭りにあげてやる。早速オラから戦わせてもらおうと思うか。おめえの出番だぞ。ご飯無理ですよ。戦ったりするの好きじゃないんだ。いいからさっさと行け。でもお父さん強すぎるよあいつ。大丈夫だ、行かれご飯。そうすればおめえはどんな奴にも負けねえんだぞ。自分でも思うようにコントロールできないって言ってるだろう。うせえ、さっさと行かねえとぶっ殺すぞ。ブロリー許せねえ。悟空さん、カカロット殺してやるぞ。まだやんのか。勝ってるうちに気分よく蹴った方がいいと思うぞ。僕もそう思います。はっ、悟空さんのその余裕はブロリーの弱点に気がついたからじゃないんですか。決まってんだろ。見かけはすげえ、そしてパワーも。だが膨れ上がった筋肉じゃスピードが殺されちまうんだ。そうだったんですか。と思っているのか。孫悟空、大丈夫ですか。大丈夫だ、心配すんなって。伝説のスーパーサイヤ人はエネルギー消費が激しすぎんだ。そいつに慣れてから来るべきだったのに。悪いことは言わねえ。おめえもう蹴れ。悟空さんはやっぱりとてつもなくすごいと思っているのか。孫悟空、本当に大丈夫ですか。ブロリー、モデレーターぞ。ほんと強えな。弱点なんてあんのかな、あいつ。お前、根拠のない強がりだったんですか。おめえの出番だぞ。トランクスだ。無駄だ。俺は戦いたくない。トランクスルーされてしまうからだ。地獄のようなスルーはもうたくさんだ。そうかな、やってみなきゃわかんねえ。はい、来い。俺は20年後の未来からやってきたトランクス。はぁ、聞け。20年後の地球にはお前は。おーい、聞きませんか。俺をトランクスルーしている余裕は貴様にはないんだぞ。俺に殺されるんだからな。カカロットの息子。え、ご飯がやられる。よし、そうはさせん。これ以上トランクスルーを増やしてたまるか。トランクスだ。何、感激しました。気持ち悪い。やだおめえ。おい、化け物。ご飯をちゃんと攻撃しろ。はっ、お前の都合など知るか。ふざけるな。おい、先祖食わせてくれよ。ついに来た。この星もあと数時間の命だ。お前の死の恐怖もその時終わる。ベジータ、ありがたく思え。下級戦士が戦っているのに。一体どうしたというんだ。気を沈めろベジータ。俺がベジータだ。じゃあ、バカかあいつ。カカロットより力の劣るベジータ、お前は岩盤に釘付けにされるがいい。なんだあの虫けら、どっから現れた。くそ、虫けら大丈夫か。顔色がお笑いだぜ。この顔色は生まれつきだ。調子に乗るな。化け物も許せんが、一番許せんのは貴様だ。ああ、お前はブロリーと二人で虫けらさっか。でもしてしまえ。せっかくだがそいつはごめんだ。貴様はもう化け物を使うわけにはいかなくなる。化け物は無理でも貴様なら殺せるからな。やめろ。誰もブロリーを止めることができなくなってしまうぞ。それは貴様が死ななくても同じことだ。違うか。勘違いするな。100倍ビッグバン腹がさあ俺の偉大な潜在パワーいかがかな。ほら、少しは手加減しろ。サイヤ人の面汚しめ。何なんだ今のは。なあ小僧、俺と一緒に来る気はないか。宇宙を気ままにさすらって丁重にお断りです。なんだと。あのよ、うまくいったら知り合いの女の子のビッグバンアタック。ベジータ、なんてざまだカカロット。貴様を倒すのはこの俺だということを忘れたか。忘れちまった。何、また一匹クズが死にに来たか。カカロット、俺が奴を倒してみせる。いいか、手出しは無用だぞ。分かった。バイ。なんて野郎だ。ベジータ、頑張るのがお前の死に場所だ。とんだ計算違いだったな。新惑星ベジータ。頑張ん。徹底的に破壊してやった。なんてやつだブロリー。やっと貴様の死ぬ時が来たと思っているのか。さあ来い。また首打ちですか。くそブロリー、がっかりさせやがって。頑張んじゃないよ。この程度で嬉しいか。情けないや。ブロリー、遅い。一体どうしたというんだ。まさかベジータ。ベジータの戦闘力がブロリーを乗り越えたというのか。いや、そのようなことがあろうはずがございません。だが、もしそうだとしたら、ブロリーをお助けしなければ。どこへ行くんだ。しまった。お前といっそ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 ひなちゃごちゃうるせえよ。待って、お助けください。面白いことなんか言って布団が布団だ。やっぱり。お約束最高。親父、その程度で面白いと思っているのか。まだ生きていたのか。誰だお前は。トランクスだ。お前を殺すぞブロリー。俺を倒せると思っているのか。みんなの力も借りて貴様を倒す。たっぷりエネルギーを吸い上げてやるぜピッコロさん。あなたなら信じることができるパワーください。はぁ、ご飯さん、パワーだ。パワーください。絶対に勝ちますから。お前聞け父さん。悟空さん。ザコのパワーをいくら吸収したとてこの俺を超えることはできぬ。正気は完全になくなった。殺せ。それじゃで消えてなくなるがいい。はっはっ説のスーパーイケメン天才、強すぎる、とてつもなくすごい、ものすごいパワーを手に入れた。それ以上の世界をもさらに超えてしまった。バーニングアタック！ やった！これで全てが終わりました。ありがとうみんな、ありがとう悟空。この始末、はてさてこの先どうなりますことやら。大丈夫だ、ドラゴンボールで生き切れるさ。